西屋敷駅は、大分県宇佐市、大技西屋敷屋宮の裏にある、九州旅客鉄道日本本線の駅である、相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。下り線は上り線よりもやや高い位置に付設されており、2本のホームの間はやや離れている。また、上下線とも、ホームは下り方向に向かって、右側に設けられている。 一番乗り場から二番乗り場に行く際は、駅から少し離れた場所にある地下道を通っていく。しかし、この地下道は非常にわかりにくく、初めて来る人にはかなり見つけにくい。また、無人駅でホームと地下道及び待合所のみ存在し駅舎はない。2016年までは、かつて山陽本線の一部の駅で使われていた接近メロディーが使われていた。 IC カード守護課は、出入場のみ対応し、当駅でチャージや購入はできない。1965年度には、乗車人員が53,580人、降車人員が52,767人で、手荷物や小荷物も取り扱っていた。2015年度の乗車人員は4,713人、降車人員は5,704人である。一日平均乗車人員の数値は、 各年度版、大分県統計年間による年間乗車人員の値を各年度の日数で割った値。駅の裏手を国道10号が通っている。駅周辺は田畑とわずかな民家があるのみで大きな集落はない。当駅から下り側約700メートルの場所で上下線が分かれており、立石駅で再び収束する。大分、宮崎方面の下り線には、 延長3640メートルの離着トンネルがある。駅周辺は宇佐市と杵築市の市境であり、西屋敷駅側は宇佐市で、道を挟んだ反対側は杵築市である。そのため、中央を通る国道10号線が市境を示していると言える。また、東駅と宇佐駅の間は東駅より約3分の2の区間は日方本線内で唯一。 下り線が上り線より一段高い位置にあり、15%パーミルの勾配区間である。ありがとうございます。